悪い人がいるのは道路や公園だけじゃないって知ってる？一人で歩いてる時や遊んでいる時じゃなくって？みんなはお家があるマンションとか建物に入る時に気をつけていることはある？え？建物に入る時？そう、こんな時。おじさん、こんにちは。はい、こんにちは。学校の帰り？はい。いつも元気でいいね。はい。お家に着いたらもう安全だよね。そう、お家の中に入って鍵をかけたら安全なんだけど、その前までは危ないことがあるかもしれないから気をつけないといけないことがあるよ。例えばこんな時。どう？何か気づいたことある？別におかしなところなかったよ。そうだよ、みんなは何か気がついた？じゃあもう一回見てみよう。ここでストップ。どう？何か気がつかない？はい、僕分かっちゃった。みんなはどう？何か気がついた？そう、玄関ホールの隅に誰かいるよね。本当だ。みんなは気がついてた？マンションなどの建物に入るときには見かけない人がいないか気をつけておこう。誰か見かけない人がいたら大人の人に知らせる。そう、管理人さんや知っている大人の人に知らせるんだね。他にもエレベーターホールでも同じように見かけない人がいないか気をつけておこう。でも知らない人と二人っきりでエレベーターに乗っちゃったらどうしたらいいの？一番近い階のボタンを押して、後ろから怖いことをされないように壁に背中を当てるようにして乗ることが大切だよ。近くの階で止まったらすぐにエレベーターから降りてね。わかった。自分のお家に入るときにも気をつけることがあるよ。わかった。知らない人が周りにいないか気をつけるのね。そう、もし誰か知らない人が急に近づいてきたり何かされそうになったら、気をつけること、わかったかな？はい。